電報略号とは、鉄道電報で使用されていた、鉄道用語及び、駅名の省略記号である。電略記号、電略とも呼称される。大正時代にはすでに多数の電報略号が使用されており、古くからあるが、電報に代わって、ファックスや電子メールによる一斉同胞配信が使用されている現在でも、日常的に使用されている略号が多数ある。 かつて鉄道施設間の連絡には専用の優先、または無線電信による電報が多く使用されていた。しかし、電報は、応文、数字及びカタカナのみしか送受信できず、そのため長い文章になると非常に読みがたく、読み違えなどで事故が発生する危険性もあった。これらの問題を解決するために、電報内で頻繁に使用される言い回しや、鉄道用語の略語を、 カタカナ1から3文字程度で表すことの統一規格として交付し、短くかつ正確に情報を伝達できるようにしたものが電略である。現在の JR では、電報ではなくファックスを用いているが、各駅間や指令所からの通信用のファックスのことを、今なお、電報と呼んでおり、来信誌も、鉄道電報用紙という規定様式がある。指令所より、詳細は、 月日発信、情報電報を、第5を参照してください。一つ一つの駅の名称について略号が定められている。通常はカタカナ2文字で構成され、例えば、東京駅なら、東、名古屋駅なら、名古,屋駅な名古屋という具合である。基本的には、同一路線での重複は避け、特に同一の死者の管内では重複しないようにしている。 死者が離れていれば重複も許容しており、必要な場合は死者の略号を頭に組み合わせる。ただし、国鉄時代は異なる鉄道管理局の管内であったが、現在は同一の死者の管内となった場合などに略号が重複している場合がある。重複回避の例にはなど同一略号の例には、他にも同一路線の例では、同一死者の例には他にも同一死者、 同一路線の例では、などが挙げられる。電報による、電達の運用が廃止され、国鉄から JR にミニ化された現在でも、新たに開業した駅には必ず連絡が割り当てられている。近年では、2019年に開業した梅工事、京都西駅に、塩、糸島高校前駅に、u J ビレッジ駅に、いつ、は沢横浜国大駅にはよ、2020年に、 開業した、高輪ゲートウェイ駅に、竹、三栗屋駅に三区、南尾駅に三位の略号が割り当てられるなどした。略号の命名法には、いくつか決まり事がある。三文字以上の名称の場合、必ずしも一文字目と二文字目を使う必要はない。文字の順序を変えることができる。濁点、反濁点は原則として使用しない。戦後間もなくまでは、濁点の使用例があったが、 廃止された。小文字は大文字にして使用する。旧金遣いも使える。原則と異なる許容金遣いを使用する場合もある。戦後間もなくまでは、い、え、をも使用したが、廃止された。駅名に含まれる文字だけでは、重複を避けられない場合、それ以外の文字を使うことがある。本来の読みと異なる漢字の音、または訓を使用する場合がある。信号上。 奏車場貨物駅なども混ぜて使用できる。駅名の変更や、信号場奏車場機能の変更がなされても、略号は変更されない場合がある。車両基地と最寄り駅で別の略号を使用するときがある。蒸気のどの条件でも重複が避けられないときは、例外的に3文字で表記する場合もある。駅と同様に、各路線にも略号がある。 東海道本線であれば、都科補瀬のようになる。駅、路線名と同様に、鉄道連絡線で使用される線名にも略号がある。青函連絡線用亭丸であれば、予定間のようになる。運転に携わる部署、例えば車掌区や、運転所、機関区、輸送指令など、前述した、駅地名の略号と合わせて使用されることが多い。また、 関連会社にも割り当てられることもある。例えば、社内販売を行う日本レストランエンタプライズには、ニホレ、宿泊施設の東京ステーションホテルには、ステホなどである。車両の所属区所を判別しやすくするため、車両に管理局の頭文字電報略号を用いて表記する場合がある。その性格上、 車体単の下部などに記載されていることが多く、一般の利用客にも目にしやすいものである。運転士や車掌など、職務に対する略語。列車の運転を表す用語。例えば、運休、運転、発など。日常的に使われる言葉にも、実数節約の意味合いから略語がある。よろしく、取り消し、承知など。マルス M 型端末では、 初めて短縮登録されていない駅を入力する際に4文字のカタカナで表現された駅コードを入力するためのキーボードと確認するための CRT ディスプレイが実装されたため JR 全線全駅発着の特急券、急行券、指定券、乗車券、グリーン券などを発売できるようになった。末尾2文字がその駅固有の略号で先頭に管轄する。 鉄道管理局の略号に文字を付与することで、ユニーク化を図っているイコール富と、大垣駅イコールな小垣など。その後、タッチパネルを採用した MR 端末の登場以降、端末上では、一般的な駅名や列車名で表示されるようになった。上、一般的な駅名、列車名などの頭文字を入力すると、駅名、列車名が検索でき、そのまま、 項目欄に選択入力ができる入力支援機能が搭載され、カナコードの利用機会は減少しているものの、最新の端末においても入力機能が実装されている場合が多い。また、JTB などマルスのホストに接続された自社旅行業システムで JR 券を発行する場合、現在でもこの略語を使用している場合がある。 JR バスについても、駅名入力を4文字のカタカナで表現されたコードが存在する。この場合は、先頭の管理局の略号が、路線名の略号に変わるケースが多いイコール止め頭、草津温泉駅イコール四角さ、名神大垣イコール飯きなど、が、中には別の路線や関係ないコードにまとめてしまう例もある。また、四国の場合、 JR 四国鉄道線は管理局略語は四国であったが JR 四国バスでは国を使用することで区別していた。例えば初代ドリーム高松号を高松駅前から東京駅安口の乗車券を購入する場合列車名はトリムカマ、初駅名は国カマ、着駅名は止め等と入力する必要がある。四国カマなどを入力すると最高となる。 現場での使用は少ないが、鉄道ファンなどの間で用いられる電略として、以下のものがある。一見、旧時代のものと見られがちな電略であるが、メモ書きが必要な口頭での伝達などの時に、複雑な鉄道用語を速記するのが容易なことや、スピーディーなコミュニケーションが図れることから、引き続いて、駅内や指令所での伝達、運転、営業関係電報で頻繁に使われている。 電略は、私鉄、地下鉄など、各事業者も、独自に使用しているが、非公開のものもある。また、京成電鉄など、使用していない事業者もある。京阪電気鉄道や東京都交通局では、電報略号に類似している方式として、駅名略称方式を採用している。これは、漢字1から2文字の組み合わせとなっている。ただし2文字を使用する場合は、 一文字では、大気との混同の恐れがある場合などに限られる。なお、京阪中野島線の庭橋駅では、名とひらがなを使用している。京阪、都営地下鉄両社の不満方法は、ほぼ同一である。また、両社ともに、ダイアグラムに、駅名略称の記載がされているが、都営地下鉄のダイヤには、初期のものを除き、駅名略称の読みも書かれている。日本国が、 いわゆる海外に領土を持っていた当時、現地の鉄道でも制定されていた例がある。南満州鉄道では、線区名に、濁音も含むカタカナ3文字ないし5文字、ホウキツ線、北線西部線など、が、駅名に、カタカナ2文字、法天駅などが割り当てられていた。通信技術、コンピューター技術の進歩により、少ない時数で情報を伝達する必然性が薄れ、 鉄道事業者の文化的な意味合いを除くと、鉄道における電報略語は意義を失いつつある。ありがとうございます。